第二ボタンってあるでしょ。うん、あれもらった瞬間はいいけど捨てづらいよね。あの人は無理そうだからって妥協して、そんなに好きじゃない人からボタンもらっちゃったら結構長く持つことになるよね。どうすんだろうね、そんなに好きでもない人からの第二ボタン。でも捨てるに捨てれないよね。うんね。そういう第二ボタンを持ってる人からかき集めてオブジェにしたら話題になると思わない？うん、アート的な？なるなる。なるよね。なると思うね。じゃあこれあげるね。ん？おやすみ。世界知らない。みなみかっこいい人だったよ。宝なんだよ。よーいスタート。あのさ、朝すごい目覚ましかけてない？スヌーズ機能に文句言ってよ。その言い方腹立つな。スヌーズスヌーズスヌーズ、そうやって可愛く言ったらいいと思っていっぱいかけるねありがとう。じゃあさ、7割払って。7割半分こじゃなくて7割。世界一いらない。みなみかっこいい人だったよ。宝なんだよ。ありがとう。楽しかった。楽しかったですなんか今回アドリブみたいな掛け合いが多かったから、そう、会話で成り立ってたので良かったです , 笑っちゃいました。私は間の時間を使ってずっとスマホで有村さんのインタビューと写真をずっと見てますもうおすすめで出てきちゃうから今だいたいわーって。そう、本当に私はお茶したいなと思うんだけど一緒に、うん、どう？行きます。お供させてください現場だとゆっくり話せないからね。マイクついてますしねこの二人と付き合うと大変だろうね。漏れなく一人ついてくるんだよ。だって誰？めんどいちゃうか、めんどくさいのがこっちと付き合うと、うん、こんにちはって私がついてくるし。あ、そっかそっかそっか。誰怖い話じゃん誰か増えたのかと思ったらびっくりしちゃった。有村さん、浜辺さん、ムービー撮影になります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、有村架純です。浜辺美波です。この度私たちは、姉妹役として JA 共済さんの動画に出演させていただいています、今回は私たち姉妹の日常のたわいもないワンシーンを切り取った動画となっています。はい、皆さんも私たち姉妹の会話を覗き見して楽しんでいただけたらなと思います。以上、有村架純と浜辺美波でした。